はい。皆さん、こんにちは。チームで人形です、えー。早速なんですけれども、6月から始まるハセツネカッププログラムの内容について説明したいと思います。えーですね、6月の12日土曜日に、えー、始める、えー、後半思想なんですけれども、じゃあ後半思想はですね、えー、富の森までバスで、 行きましてで、その皿口峠から、えー、フィニッシュ5日市までを走る35キロぐらいの、えー、距離を走る内容になってますね。で、35キロぐらいをどのぐらいで走るかっていうと、えー、だいたいですね、17時間か18時間の乾燥、えー、タイムで走ることになるので、おおよそ7時間か8時間ぐらいで 走るような感じにななると思いますね。なので、えー、そんなに、えー、がっつりしたペースではなくて本当にゆっくり、えー、上りを歩いて下りだけ走るからっていうような感じのゆっくりしたペースになりますのでぜひですねそのコースの下見などに、えー、ご利用いただければなと思いますで、えー、と7月の17日の土曜日、えー、なんですけどこちらがですねハーフナイトランと言いまして、えー、要は日の入り、えー、日,日暮れか日暮れ日暮れを体験するナイトランになりますね えー、お昼に集合してだいたいですね2時半か3時ぐらいに。 こちら、五日市をスタートしまして、で、同じように、後半ストと同じルートを、破切根の後半ルート西口峠からフィニッシュまで走る、えー、内容になってますね。で、大体大竹さんぐらいで日暮れになりますね。で、やっぱり同じタイムラインで7時間、8時間ぐらいを目安に走りたいと思いますね。ただ、この、えっ、ー、と、ハーフナイトランについては、えっ、ー、とですね、 結構ね時間、終電の時間が、えー、おせおせなんですよ。なので、えー、後半ちょっと巻き巻きになる可能性がある。えー、で、えー、遠いところからお越しになっている方は、えー、と終電っていうかその時間が10時半ぐらい夜の10時半ぐらいの、えー、電車に間に合わないと結構。 最後までいけないっていうことをなんか言ってたので、えー、ちょっと心配な方はですね、一度あのチーム12の方にお問い合わせいただきたいなと思います。ただ結構ね、毎年なんですけど、後半巻き巻きで結構ドバーってペースになる感じになってますね。はい。えー、でですね、8月の、えー フルナイトランっていう8月14日に行われるフルナイトランっていう内容なんですけれどもこちらはですね夜の12時に集合してで翌朝まで走り続けるという日の出を体験する7月が日の入りを体験するツアーだったのに対して今度は日の出を 体験するたい、ね、えーっとですね、えー、どのぐらいかな日の出山から、えー、っと内容はですね御嶽山を往復なんですよ、えー、五日市からーコースを逆走して第三関門のちょっと先の御嶽山っていうところまで行ってでそれを往復してくる3 0キロぐらいの内容なんですけれどもだいたいですね時間がやっぱり でもやっぱり6時間ぐらいで往復できるのかな目安としては5時間6時間ぐらい上りが3時間ちょっとで下りが2時間ちょっとっていう内容なので、まあ、6時間ぐらい見ていただければいいのかなっていう感じですね。で、えー、っとー コンピラオネ、ね、えっ、ー、と、日の出山から途中のコンピラオネでだいたい日の出が体験できるような感じになりますね。で、派切ねの、時間で言うと、破節の16時間乾燥ぐらいの最後の区間を走ってると同じような時間帯を走る感じになりますね。はい、えー、でですね、こちらはですね、朝早くに下山になりますので、電車の心配一切ないと思います。でですね、次はですね、9月の、9月はね、2本やるんですよ。 で9月の4日に前半思想と言いまして、スタートから宣言峠までを思想する、えー、内容になりますね。でこちらがですね、えー、一応内容としまし内容というかペースとしましては、派、え、折、ー、ね、第一関門、関門タイムギリギリぐらいのタイムラインでちょっと進みたいなと思ってて、でスタートから7時間後ぐらいなんですよ、確か。なので、えー 朝8時ぐらいにスタートして、えー、3時ぐらいに下山という形で、で、3時半ぐらいのバスに乗って、5日1日に戻ってくる感じの内容になると思います。でですね、その次が9月の25日に、えー、っと、今度はリアルシミュレーションというのをやるんですよ。で、これが同じように制限時間が、派、えー、節目の 1> 第1関門、制限時間と同じ時間な、同じぐらいの時間で内容で設定して、えー、午後1時、えー、本番と同じ午後1時にスタートするという内容でありますね。なので、えー、ナイトラン装備必須の内容になります。なので、えー、で、本番2週間前なんですよね。ですから、えっ、ー、と、本番2週間前なので、同じ装備、本番と同じ装備、だいたい5キロから6キロぐらいの重量になると思うんですけれども、本番と同じ装備で、 同じ時間にスタートすると自分の体はどうなるんだろうっていうのを体験していただくシミュレーションのイベントになりますのでこちらも参加していただければなと思います。あとまだ予定決まってないんですけれども10月の第1週ぐらいにナイトランの装備の最終確認用としてプチナイトランというのを例年やってるんですよ。内容は夜の7時に日の出山まで登って ででそこから、えー、フィニッシュまで走るっていう、えー、内容的には2時間ぐらいの内容なんですけれどもこちらをちょっと今企画しています、えー、こちらも、えー、予定が出ましたらですね、えー、ご参加の方を検討していただければと思います以上が仮説ネカップの、えー、プログラムの、えー、内容になります、えー、皆さん拾ってご参加いただければなと思いますよろしくお願いします